はい、どうもこんにちは、ハッシーです。今回はですね、こちらまたまたね、カルビーのポテトチップス。これもね、40多道府県の味らしいですけど、愛知の味、台湾ラーメン味っていうのを買ってきました。キャラクター書いてありますね。なんて言うんだろう、このキャラクター。僕わかんないんだけど、では早速食べていきましょう。おー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 、ニンニクの香りがします。じゃあ唐辛子の香りとかね、ひき肉の味わいもあるらしい。やばいな。何か食べてみないと。ちなみにね、こんな感じですね。こんな感じ、唐辛子ついてますよね。あとひき肉っぽいのもちょっとついてるね。これじゃないよ、これじゃないよ。ついてるね。じゃがりこみたいな感じでね。これは美味しいわ、美味しい。メインの方に入れてほしいかも。はい、ということで今回はポテトチップス台湾ラーメン味ってのを買って食べてみました。皆さんもよかったら食べてみてください。ではでは、また次回の動画でお会いしましょう。ハッシーでした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。